この箱、ちょっと狭い。右手をこっちに、左手はこっちに。こう。うん、これで大丈夫ね。あとは指揮官が戻ってくるのも待つだけ。ふん、あのバカ。今度こそハモマンがびっくりさせてやるんだから。絶対にハッとさせて、ハモマン様参りましたって言わせるのだ。そういえばプレゼントと思ったらハモマンでしたってした方がいいってシモスが言ってたけど。あ、待って、別にハモマンをプレゼントしてあのバカを喜ばせたいわけじゃないぞ。まあいいわ。勝手に喜んでくれたなら、それはそれで悪いわけじゃないし。それにしても遅いわね。もうハモマンをいつまで待たせる気？まったく、なんか最近疲れてるみたいだから、驚かせて気分をリフレッシュさせてあげようって思ったのに。ヨクタン姉さんに相談したら、じゃあ指揮官にいたずらしてみればって勧められたから、こうしたのではって。ハムマンが進んで何かをしてあげるんだから、ありがたく思ってほしいわ。遅い。きっとまだどこかで仕事してるんだわ。頑張りすぎてて心配。少しだけよ。なんでこんな箱に入ってるのかって、それはほらよくあるじゃない。不思議な箱からハムマンが飛び出てきて驚くやつ。その後きっと大喜びするはずだぞ。外には出られないじゃない。
どうしてくれるのよ。